こう。はい、リエルです。はい、リエルです。今日は農家の作業そうやってボサボサやろ。うん、いい。今日あっちよ、あっちよ。うん、あっちよ。どうぞ。これ植え替え、植え替え。これ未生や。そう、あ、そう、未生。未生のラパスかけ甘びれ。え、ラパスかけ甘びれ。ラパスかけ甘びれ。うん。はい。うわ、見て。うわ。うわ。ほたりすぎ。ほたりすぎ。うん、ほたりすぎ。で、しかもこのバーミキュラでかすぎ。はいです。はいです。いい加減さが。せやな。炸裂です。炸裂。はい。どんどん植え替えるよ。あ、俺棚作らの悪かった。そうね。忘れてた。いいよ。置き場所ないよ。ないよ。そうね。むしっとしげて、ね、植えます。こう。はい、植えます。こんな感じ。はい。わかるかな。わかるよ。本当？うん、つまんない仕事よ。もうほんとこんな、もう地味な仕事よ、農家の仕事。うん、うん、そうよ、農家ね、農民の。それ、なんかあんまし、あれやな。いや、だって俺たちがそうやっていいじゃん。もうそういうこと？別に農家をバカにしてんじゃねえ、俺たち農家やき。なんかさ、あれみたいやん。うん。農民。農民って言ったらさ、ゲーム。ゲームの世界。うん、なんかよ。いいぞ、農民。ほんと地味な作業やろ。そうよ。俺の可愛いのを作るため。そうよ。な。ねえ。ラパス甘びれとか売ってねえやろ。でも分かんない。いいね。もう寄せ植え入れちゃうけ。でもちょっとクイーンってなってるな。クイーン。ラパスの甘びれが強そうやけども。クイーンってなってる。まあいいわ。どうなるかな。まあいいわ。こんな感じ。農家の仕事。農家の仕事こんなんよ。よし、じゃあ向こうの鉢作りも行っちゃおうかな。鉢作り？え、私これだけ？え？私の失恋これだけ？そうで。もうこんなボサボサで。農民やけ。農民。え、これこの格好でアミューに行けれるよ。そうで。入れるよ。このまま。いいよ。いいですよ。ここを移さないとダメだな。え？ここ。これで。かわいいよこれ。かわいいよ。うん。やばいよ。ちぎります。ちぎります。うん。こんな感じ。お肉は強いからね。植えます。よいしょ。でもさ、いつもピンセットこう持つけどさ、この作業するときこうやって持ってるな、うん、そう。そうです。水分補給を。そうよ、気合やで、うん、気合よ。44度やったろ。え？44度。うん、暖かいよ。暖かいです、うん。この土にこう入れちゃったら植え替え早いやろ。え？植え替え。どこ？この、うん、こう土入れてからの植え替え。もうそういう機械買う？買って？もうそうだよ。うん、この機械よ。うん。楽かもしれない。楽やろ。じゃあまた置き場所が。綺麗で早い。あれなんやな。大きいんやな、機械が。どうやろ？いろいろあるよ。じゃあ買おう。つまんないこれ。でもつまんないって言ったけど、これずっと見てられるって人もちょっとやん。そう。うん。誰？いいでしょ。いいでしょ。大きくなるけどな。もう勝手に寄せ植えで使われるやろうな。うん、そうだ。可愛くなったら使われる。あ、雨降ってきた。あ、ほら当たってるやろ。うわー、なんだこれ。ストップ、ストップ、やばい。
ちょっとスタート。はい、まあ、再スタート、再スタート。ちょっと小ぶりになった。当たる、切ったな、私。突然雨やな。やろ？晴れてたのに。うん。当たってやろ？意味がわからん。この下は葉差しです。葉差しゾーン。葉差しゾーン、雑草も生えてます。はいよー。レーダー当たるんや、レーダーが。うん。誰か来た？誰か来たよ。そう。じゃあもう違うことする？違うことする？何をするん？やりたいやろ？いいよ、いいよ。いいよ。作業を続けてください。作業はこれが農家よ。え、これが農家よ。そうよ、農家よ。農家の仕事。あ、バラバラになっちゃった。すごい雨で声が聞こえない。もう聞こえないよこれ。じゃじゃーん。そうね、すごいね、雷まで鳴ってきた。だって雷注意報って上がってきた。モデルさん。モデルさん。わあ、違います。おデブちゃん。もう、そう、最近もダイエットのさ、広告ばっかり出てくるインスタで。なんかこれ声が聞こえんやろよ。面白くないわな。面白くないよ。これが農家です。農家よ。もう葉差しも早く植えんと根っこもだいぶ出ていますよ。いっぱい。雑草だらけ。雑草だらけよ。雑草。そうだ、もう葉差しだらけ。この辺はまだ出てないやろ。この辺は出てないね。なあ、葉差しも並べんといかん。ちょっと、じゃあ葉差しの方を見に行ってみようか。葉差し？はい、葉差し恒例の水やりでーす。はい、ブラックネイル。ブラックネイル。もうこのぐらいになったら植え替えてあげた方がな。植え替えたいな。早く大きくなるからな。あ、こういうことや。多糖が多いとか、半分以上多糖やろ。そうやんな。この辺もなんかちょっと実験したいけどな。こうしたら、なんかなりそう。ぐちぐち？そうじゃない子もあれやけどな。レッドベルベットもほとんど多糖や。担当はなかなかおらんな。他の種類はこっちの担当です。ん？今日ブラックネイル畑や。そうだよ。シャルルローズは担当じゃない？結構そうそうね、シャルルローズは結構担当です。もう葉差しはこのぐらいになったら植え替えてあげてね。うん、ちょっと指で見えないよな。ああ、そういうこと。もう日が照ってきたよね。ああ、暑いね。ちょっとなんで私の頭に水が40度ちょっとね、こんなんで濡れだね。うん、そうよ。そうよ。うん。え？自分の水やりせんで。あ、ちょっとそれおかしくない？何やって。40度で。40度。ふわじゃなくて、それさ、エビが来る水やけん。え？
エビが来る水。そうね、みんなもこういう緑になってきたけど、どんどん増えるもんな。もう、うん、そんな感じ。いいよ。はい、うん。いいよ。水やりが一番面白いよ。本当？一番楽しい。はい。終わり。うん。はい、つまんない動画、ご視聴ありがとうございました。